ゴール前に固まって日本選手出さないようにしてますよね。あ、栃木ですね。おっとファンブルして押し込んだのはハン・ヨンテ。追加点は鹿児島です。あ、今のショート今のコーナーキックも工夫があって面白いコーナーキックでしたね。邪魔になったのかもしれませんね。今シーズン5得点目ハン・ヨンテ。まあ、今見て日本選手前半からハイボールに自信がありましたので、まあ、それをさせないという意味で鹿児島の選手が日本選手の周りに固まった、はい、そして純喜選手の五稜選手のコーナーキックキーパーを狙ったゴールでもこうやって形、チャンスを作りました。